高志、10に打数0安打。大丈夫かこれ。去年で元取ったやろ。引っ張りに行ってて打撃フォームを崩してる。しかもそれがヤクルトバッテリーにバレてていいように料理されてるね。去年も最初だけで後半は全然やったやん、分かってたことやろ。ただ出ないだけじゃなくてゲッツーロボなのがやばい。首がかかってないとあかんか。もっかいゲンドラ言っとくか。その代わり結構併殺は決めてるからセーフ。現役ドラフトにかかるような選手やし、1年活躍しただけでも十分やろ。細川がこれだと中日のシーズン300点以下普通にあるな。地球は選べてるから問題ないぞ。アンチとも中日さん希望がない。立浪は使い続けるだろうな。そこで壊れるか復活するかは細川次第だけど応援してる。昨年終盤から怪しかったしな。バッテリーというか中村やな。打ちたがりをおっちょくるの天才的にうまいわ。オープン戦までの細川と中田の期待値が完全に入れ替わってる。ご視聴ありがとうございました。